どうも、レビンでーす。どうも、ルーツでーやす。ったいやー、毎度ですね、どうもですー。毎ね。度どうも。どうもどうも、毎度。今回は第3回でーす。イェーイ。第3回やねんけど、0からスタートしてしまったので、なんか2なんだずよれな。ますね。そう、なんかね、0をプレスタートみたいな位置づけで、やってて。いや、お試しみたいな感じでやってたんやけど、もうどんどん3回目でももう同じ感じでやってるんで、もうあれ1でよかったなと思ってるんですよね、今でも。もうずっとずれ続けますよ、これ。どっかで、なんか2倍の回とか設けない、合そう。併号やらないと。だからさ、ナンバリング100とかした時に、実は101回目やから何の記念でもないっていうことになるし。別にいいんじゃないですか、その辺は。なんか、いいよね、別に。ガバガバで。はい。いや、どうも、ルーツさんに来ていただきまして。はい、来ました。楽しく喋っていきたいと思うんですけど、ルーツさんはどのようなお方かと一応言っておきますと、はい。漫画を描いてらっしゃって、はい。で、もうアニメ化もされちゃって、アニメも定休。定休という素晴らしいアニメが、ありもがとうございます。う、で、今ではもう、うんこちんこ漫画を これでも反論できないでしょう。うんこちんこになってきまあ、て、チンコは消したとしても、うんこ漫画ではあるでしょ うんこ漫画を描いてました。うんこの、うんことかトイレの漫画ですね。トイレか？トイレの漫画描いてて。あ、あくまでモチーフはトイレ。まあ、トイレがメインですけど、うんこも出てきますよね、トイレの漫 画そらそうです そうですね。一応作品名とかも、じゃあ、ちょっとご本行ったら。は人い。から一応見せ。異世界のトイレで代用する。はい。全3巻好評発売中です。素晴らしい。てか最近さ、えい。ルツインテもなんかなるの？なんかって何ですか？アニメとかに。いや、特に何もないですよ。あれは。ウィキペディアみたいなやつの声優みたいなやつ何あれ？あ、ツイートしてはったあ、あけれ、ど。定休に、はい。俺が、ルーツが出てくる回があるんですよ。あ、新作も。そうなんですよ。そういうことか。そうなんですよ。いや、なんそか、れの声優が、っていう話です。あ、そうなんや。そうです。ルーツじゃないんや、声優。俺は別のキャラで出てるんですよ。出てるんや、出てはい俺はる。ミラノの将軍っていうキャラで出てるんで、毎回。なんでルーツじゃないねん。まあ、いろいろあるんですよ、そいの辺。ろいろあるんや。はい。大人の事情と子供の事情。大人の事情っていうか、まあ なんていうんですか。まあ、説明できないです。めちゃくちゃな事情が。察してください。いや、察してくださいっ察ていうか、せるわけない。大した話じゃないけど、俺、ツインテールのキャラが出たというか、俺が出たんじゃなくて、ツインテールのキャラが出たから、声優も、キャラが、側が女の子なんで、声も女の子になったんですよ。っていう感じですね。生身の俺が出てるわけじゃないんで。そういう感じです。で、生身の俺は CM で出るんですけど、もうややこしくなるんですよ、ややこもう。しい なんかそんなメタフィクションみたいな感じな あれ そうです。は現実と夢とごっちゃになった話なんで。あ。ああ、なるほど。っていうことにしてるんです、とりあえず。うまく説明が。難しいね。そうですね。そう、ルツさんがもうそんなああ。すごいですよ、ほんまね。いやー、もうでも、一段落したんで、なんかいろいろ。人だらけしたん そうですね。もう、だから今のところ来ていただいてる方はみんな、あれですよ。YouTuber じゃないけど、まあ、投稿者は漫画家ですよ。漫画家率が今めちゃくちゃ高いですね。66%ですね。そう。で、そう、ルーツさん、快く引き受けていただいて、はい。今後ももしかしたら出ていただけて、いや、ぜひぜひ。やったー。これは、あれなんですよ。むしろ漫画家さんは結構相性がいいというか、はい。作業中に聞いてもらいたいっていう、俺の頭の中のターゲット層が漫画家の人なんですよ。俺もだから聞きましたもん、もあ、ありがとうございます。う。第0回と第1回。やったー。いたんで、これ、なんか、レミンさんがだんだん話すことなくなってくるんじゃないかなっていう若干の 今だってああ、
怒涛のペースでやってるじゃないですか。そうですね。1週間で3本やってるからもう。やばすぎですよ、ペースが。確かに。でもなんかちょっと最近、喋ることにハマってて、なんか知らんけど。じゃあ行けますね。そう、だから、俺のネタを枯渇させない。もうなんか結構人参の話だの、なんか野菜の話だの、健康診断の話だのも出ちゃったんで。そうですね。なんかこれ以上ちょっと俺の、今回ちょっと俺の日常を節約したいんで、全部嘘話にしますか、今回。全部コラ話でいきますか。いや、そんな質問別にないですけど、むしろでも、ルーズさんのなんか、最近ね、ご無沙汰というか、全然喋ってないじゃないですか。はいはい。なんか我々。そうなぁ。だから、なんかどうなんだっていうところをちょっと、なんか話し合うとかでもいいんじゃないですかね。そうですね。はい。まあ、どうなんですかね。なんか、時間経つのが早いですよね。そう、だって前回ルーツさんと話したのが、まあこれも配信上でですけど、うん、1年半前っていう。1年半前ですかね。なんか私のね、運営してる、まあ、ユーストリームチェッカーってところが、まあ、10周年だった時に、はい。まあ、その時にこう、昔から縁のある人来いとか言って、こうビンゴ大会みたいなのしてたんですけど、なんか、来てくれる人でビンゴとかしてたんですけど。してましたね。それに来ていただいたっていうのが前回の喋りやもんね。ねえ、もう全然なんか普通にこの前のような感じもするし。そうですね。ツイッターとかで相互フォローになって、うん、まああと俺も時々そのレミさんの配信とか動画とかも見るんで、うんうん、そんななんか話してない感じがしないです。話してはないでしょ。話してないけど、なんか俺を感じてくれてたんや、そこに。感じてるんで。ああ、そう。たまになんかチェッカーでコメント、チェッカーじゃない、配信にコメントして、お、無視されたなとかも言うような。でも俺なんか、俺の配信なんかもう最近はもうなんていうんだろう、もう個人指導塾みたいな感じのコメントの量じゃないですか、もう言うたら。うん、いやね、俺もね、配信してるんですけど、はい、ゲームの、はい。もう俺も多分ね、同説ね、同説ニコ生でやってるから、うん、同説表示されないんで分かんないですけど、うん、32年じゃねえかなって、俺は。まあ主に作業配信でしょ。いや、作業配信もしない、作業、そうですね、作業配信の時はそうですけど、ゲームもやってるんですけど、今、うん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 、フォールガイズとかやりまくってるんですけど、おうおう、でも32年じゃねえかなっていう。マジ？いや、どうなんだろう。でも、まあ、終わるときに落つっていうのが、うん、10はないけど、まあ、8ぐらいは来るんで、うん、8もどうかな、うんうんうん、落ついるかな、8いるとしたら、うん、コメントするやつが8人いたらその10倍いけるやつがいるっていう、うんうん、ゴキブリ理論といくと、ゴキブリ80人ぐらいいんのかな。例えが悪い。ああ、なるほどね。なんかそうで、うん、虚無を感じてますね。あ、虚無というか、うん、なんだろう、なんでやってんだろうな。いや、まあ別に今だからやってんですけど、なんかそれになんかこう何も感じ、なんかその昔はさ、配信とかやったらこう人を同説をなんか1500人を越さなきゃみたいな、はいはいはい、1000人超えたぞ嬉しいみたいな気持ちがあったんですけど、うん、完全にそういうなんかのから解き放たれて、解き放たれたら、なら、じゃあ配信なんかつけなくていいじゃんっていう話じゃないですか。別にゼロでもいいじゃないですか。まあね、でもやっちゃうっていうのが、うんうん、なんか俺は恥ずかしいです。そう、ね、なんでやっちゃうんだよっていうね、その昔撮ったその絹塚みたいなのがやっぱ忘れられねえみたいなのが麻薬なんですよ。もうかつてよりは絶対落ちてるもんね。うん、うん、いや、俺も完全にそれやねんけど、なんかね、一人でゲームしてるよりはつけるかみたいな感じでやってるから、うん、同じパターンなんか実は、じゃあ俺らかもしれないですね。なるほど。そっか。結構なんか仕事は忙しい感じなんですか？あ、いや、今ねかなり暇です。うん、先生は1個終わったんで、もう何にもしてないことはないですけど、うん、まあ、割と
ダラダラしてますね。ダラダラするのもちょっと飽きてきたぐらいですね。ああ、なるほど。いやー、俺実は今絶賛仕事中の時間なんですけど。本当ですか。俺だって平日の10時18時やもん。まあそうですよね。うん。やねんけど、うん、俺も1年半ぐらい前からリモートでやってて、はい、でなんか知らんけど俺はあのなんか労働時間の縛りがないっていう条件でなんかねじ込まれて。それなんか無限に働かせられるじゃないですか、下手したら。まあまあ逆に言うとそうやねんけど。なんか無限の時間を働けって言われて、うん、いつでもなんか終わってさえいりゃいいみたいな課されたタスクが。はい。でまあなんかもう適当に、うん、なんか昼寝したりしてなんか何もしない日とかあったりしてもまあ一応終わらせてるんで、うんうん、なんか気楽にやってますけどね。なんか、うん、気楽なのも飽きてきたなっていうような。ああ、いや俺も実はこれを始めたのもそれの一環があって。いやだろうなって。いや俺もね、うん、なんかやりてえなみたいな気持ちはあるんですよ、うんうんうん、別に配信とかじゃなくてまあ、うん、前見たアニメ作ったりとか、うんうん、そういうのとか、うん、なんかやりてえなって思うけど別に何も、うん、何もせず、うん、もうノート一日中 YouTube を見たりして。で前にそのまあなんかかそってる配信なりにあの、はい、なんかまあ、ゲームちょっと企画、まあ俺あの今あのまあ第0回目の下谷さんがやってるような企画にちょいちょい出させてもらってるんですけど、はいはい、出させてもらってるってもおかしいな、ノーギャラやからあれ出てんねんけど。はい、なんか 今あれでしたね、ちょっとやばい AD みたいな思考になりました。聞かせてもらってるみたいな。そう、やばいやばいと思って、なんかちゃんと保たなあそこはと思って言ったけど、まあね、なんかまああの企画やってんのなんか面白いこと考えんなみたいな、はい、であれだけ数やってるとやっぱ当然面白いのもあって、はい、なんかいいなみたいな、俺もやってみたいのあんだよなみたいな。であとクイズノックの動画とか見てたら、はいはい、なんかあいろいろ考えんなとか、うん、面白そうやなとか思って、うん、なんかやりたいなと思ってちょっと前にたまたまこうウミガメのスープやってみようかみたいなはい、ことを配信でやったんですよ、はい、じゃあやろうぜって言って、じゃあ誰か呼ぼうぜ適当に今って思って呼ぶスカイプのリストとか見たらもう友達がいないんですよ全然。悲しい。やばい、誰も呼べるような人が一人もいないと思って。なんかでよく考えたらこうね、あの配信のポータルみたいなサイト作っといて、なんか自分からは俺全然人に声かけないし、向こうから声かけられてもなんか全然返事しなかったりとか、はい、断ったりとかしまくってて、何なんだ俺はっていうのを当時は思ってなかったんだけど、うん、最近思うようになってきて、なんかよほどやな俺みたいな、筋金入りすぎやろと思って、人と関わらなさが。なんでなんかもうちょっと人、ね、人と関わらんとなんか広がっていかんなっていう感じを、あのそう、ね、そう、今あの俺友人というか、まあ、ネットの知り合いの創業に参加しても早数年って感じなんですけど、はい、まあ、結局なんか物言ってんのは営業力というか、うん、その人とのつながりみたいなもんだやし、うん、それがあるから、まあ、ちょっと立場的に有利みたいなのが多いんですよねやっぱ、うん、って思うと、まあ、有利になりたいから人とのつながりを復活させようとかいう魂胆が直接的にはあるわけじゃないけど、はい、なんかあまりにもその俺の性質としてこう人とのつながりを持たなすぎるなと思って。まあだからなんかそれでこうラジオとかやってみてこう人とよく話すようになったらなんかあるんじゃねえかなみたいな、うん、ね、いう思惑があんのよ。うん、うん、なんかありますよきっと。なんかありますよ、うん、ね、うん、悲しいです。悲しい話やった今。いやー、そうなりますよね。でも、俺もあんまり人と会わねえんで。あー、なんかそんなことないイメージだけど、だって今さ、なんか、ルーツさん、顔写真を載せてもいいですか、はいはい、みたいなこと言ったら、なんか危機としてこう写真貼ってくれたやん。はい。これもなんか、陽キャの活動のキャンプみたいな。完全にやってますね、きっと。陽キャの活動してるじゃないですか。これでも去年ですよ、言ったら。去年。去年ですよ。うん。まあ、確かにね、でも1年にだから1回とか2回ぐらい会えばもうなんか
あったなっていう感じに、一回、一回会えばもう、しばらく会わなくてもなんか、あったなって感じる。充電されてる感じ？うん、そうですね。でもそれで満足してるんですか？まあ、人とそんなに、どうなんですかね。うん、人と喋りたい、みたいなのは、うん、まあ、あるけど、うん、なんか、そうです。ルーツさん、ご家庭がありますもんね。まあ、一応そうですね。子供がいるんで。うん。うん、まあまあ。そんな人恋しいってわけでもないでしょ、そんな、ね。まあまあ、確かにそうですね。子供とどっか行ってするし。ルーツさん、私はね、家に帰っても誰もいないんですよ。ねえ。うん、だから私はね、もうスカイプにも誰もいないし、家にも誰もいなくて。孤独ですね。孤独なんですよ。配信つけたらでも、うん、チャットが来るっていうのは、なかなかそれは悲しいですね、ちょっと。うん、配信のチャットが家族ですよ。そうですよ。それも減ってるわけですからね。そうですよ、激減。なかなか。そう。チャットも減りますからね、しょうがないですよね。うん、いや、ほんまね、しかも肉体的にも老いを感じてくるのは当然あって、腰痛たの。なんだろうって。で、俺ね、まあ、なんか変な話、なんかね、俺、ムズムズ足症候群みたいな名前で呼ばれてるやつが、俺、ちょっとあって。はい。なんていうんだろうね。こう、腕とか足とかが、なんか、じーっとしてると、うん、なんか、不快感みたいなのを覚えてきて、うん、なんか、ムズムズすんな、みたいな感じなんですよ。はい、はい。で、それが、寝るときに起こったりして、で、それを回復させるには、なんか、その部分の筋肉をすげえ使うと収まるみたいな感じなんですよ。はいはい。だから俺寝てる時にそれが起こると、ああまた来たなーってなってケトルベルを置いてるんですよ、俺。はいはい。8キロぐらいの。うん、それ持ち上げるんですか。で、それを寝てる状態のまま、そう、胸のところに置いて上に上げてっていうのをやってる、やって、うーってやって、で、枕元に置いて、ああ疲れたって言って寝るんですよ。でも、これ、なんか、はい、俺がジジイ、めちゃくちゃのジジイになっても、なんか、そんな重いもん持てないみたいになってきたら、俺も、その運動できないじゃないですか。はいはい。でも、ムズムズしっぱなしでしょ。一生ムズムズして。一生、ムズムズしたままじゃないですか。ずっとムズムズしてたまま。俺も、なんか、その、運動しながらそんなこと考えて、なんか、俺ずっと、これできなくて、ムズムズが解消できなくなったら、俺どうなるんだと思いながら。ケトベル持ち上げられなくなって、ケトベルの重さでそのまま潰されて。そうそう。で、俺一回村元に落としたことあるんですよ。あってなって。そうですよね、落としますよね。落として8キロが胸の上にグッてなって、なんか、これは俺らの罰なんだ、みたいな。なんで罰が悪いことしてないのに罰を与えられなきゃいけないんですか。むずむず症候群治すためにやってるのに何の罰で何の罰でそんな檻に閉じ込められなきゃいけないんですか。いや、まあ、罰は嘘やけど、その、なんかこれ、ちょっとそういう想像もするわけですよ、毎回毎回やってると。はい。はい、なんかもう怖くなってきて、もう、ああ、人と喋らなきゃって なるわけですよ。うん、別に一つ喋っても変わらないんですけど、はい、なんかもうそういうのも感じてきたりしてもなんかやべえなみたいな、うん、いやだから仕事とかはやめない方がいいと思いますよ、うん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 、仕事で一応まあ人と会うじゃないですか、うん、仕事辞めるともっと一気に老けるらしいですからね。あ、でも俺仕事してても誰とも会ってないんだよね。まあまあまあそうですか、うん、コロンさん言わに声で喋ってるこれをするぐらいですね、うん、仕事でも。なんか Google Meets とか Zoom、はい、Zoom はあんま使ってないんですけど、うちの会社は、はい、Google Meets なの、 Discord なので喋、うん、って、なんかあその仕様は聞いてないですねみたいなことを言うわけですよ、はいはい、うん、なんか全然人と会ってないですね、うん、うん、つい先日その健康診断で会社の人と会ったぐらいですね。はい、うん、まあそうですね、みんなあれですもんね、酒飲まなくなったから、はい、海にも行かないですもんね。そうですね、それが結構もうおっさんになると飲む以外にもう人と遊ばないから、あ、なかなかね遊ぶ機会ないですよね。確かにね、俺はルーツと今もし仮にじゃあ会おうぜってなっても何すんねんって話ですよ。何しましょうね。まあ、ノンアルで
ルビンさんが行って俺だけ酒飲むみたいな。ああでもそれね、なんか最近あのオンライン飲み会みたいなのに誘われて、はい、あのまあ配信の配信者ですけど、はい、行ったらもうなんか酔っ払ってるやつ見たらなんかはあはあって感じの気持ちになりますね。こっちがシラフやと冷めましたか。冷め、まあまあ、いや、なんて言うやろう、なんやろな、あの感情。何らかの感情はとにかく生まれたんですね、その、まあ、少なくともなんかこいつ酔っ払ってうぜえなとかじゃないんですよ。はい、なんか何やろうな、哀れむような目で。いや、哀れんでるわけでもないんですよ。なんかいいなあ、いいなあでもないな。い、難しい。おもちゃを壊してしまった時の壊れちゃったみたいな。壊れちゃったよ。あの生意気クソショタみたいなやつが、ねえねえお姉さんこの人壊していいのみたいな。こいつ殺していいの？終わったら壊れちゃったよ。もう終わりみたいな。もう終わり？いう感情でもなくて。それではない。それでもなくて、なんかね、なんかあ寄ってんなこの人ぐらいかな。うん。なってなんか、まあ、少なくとも俺とは状態が違うねみたいな感じで、なんかうん、なんかまあでも今、あ、一番強い感情はやっぱ今喋っても何もないんだろうなみたいな。覚えてないから、覚えてないだろうし、今言ったことって彼の日常の彼じゃないから、なんかそう、なんか 裏のこの人と喋ってるだなみたいな感じ、はい、なんだよな。だから酔っ払ってるルーツを見てもなんかそんな感じになるんちゃう。まあそうですね、うん、俺だけ一人酔っ払ってルーツも覚えてないから、もうなんかこれって今現なんか日常に残る何もないなみたいな。宇宙に塵となって俺たちの会話は消えていくんですよ。そうでしょうね。これは今一応録音されてるから、うんうん、残りますよ。そう、もうあのデジタルタトゥーですよね、このデジタルタトゥーが一個またビチッとどこぞのサーバーに残るわけですよ。YouTube さんの、Google さんの、うん、動画に、うん、ビチッと。ビチッとね。我々のサンプリングされた電子音声が。宇宙に飛んできますよ。載せられて、この会話を。いいよな、なんかあの GitHub っていうプログラムのコード会あののサイトがあるんですけど、はい、なんかそこに投稿されたコードをなんか北極かなんか の, あの氷の下にハードディスクかなんかでこう保存したみたいな記事なんかニュースを見たんですけど最近、はい、あれみたいなしてほしいですよね俺らもね。いや別にしてほしかねえですけど。いやいや、まあ、別に残るでもどうなんだ、残すたり残る必要があるのかなみたいな。いや、はるか未来のね、あの人たちが歴史を振り返るときに2020年代表の音声になりましょうよ俺らが。これがね、ならねえって。当時の生活は困難だみたいな。もっといっぱいありますよ。2020年は特に激戦区だから多分厳しいですよ。いろいろあった年だから。あ、確かにね、コロナ始まりの年の音声代表が俺らのこれやったらやばいよな。もう文明が滅んでますよそれもう。そんな文明はもう、そんな人類はもう滅んでいいですよ。そうです ねでも今年ほんま どうですか、なんかあの影響とかいろいろありますコロナ。いや、どうなんだろう、あんまり変わってないですね。うん、まあ、うん、そうですね。まあ、なんだろう。いや、マジで何もないっちゃないですね。特に生活に変化はなく。逆になんか動画配信者とかっていうか、YouTuber とか、広告の単価が下がってるとかいうのはよく聞きますけどね。はい、そうですね。うん。身入りも下がってんじゃねえのかな、みたいな。うん。うん。いや、あんまりなんか普段から変わらない生活を過ごしましたね。うんうん、本当に、そうだね。マジで何も変わってないな。結構いかないしな。うん、なんか、本当に俺が感じたのは映画館がもうめちゃくちゃ空いてて、最初は映画館空いてるいいぜって思ってて、ラッキーと思って貸し切りだぜっつって、うん、映画見送ってたんですけど、うん、俺は貴族だっつって、うん、それ見送ってたんですけど、だんだん心配になってきて、
その、だからそんな人入ってなかったら潰れるじゃないですか、映画館なんか。うんうんうん。だったんですけど、昨日あの、鬼滅見に行ったら、人いっぱいいたんで。はいはい、めちゃくちゃいるみたいだね。鬼滅ありがとうって俺は映画館これで、復活してくれ、みたいな。なるほど、なるほど。感動を覚えましたね。めっちゃすごいことになってますよね、鬼滅。ね、いやもう上映本数が、まあとにかくすごかった、すごいですよね。まあ、俺は平日だったんで、まあ何歩か間違ったんですけど、土日は多分やばかったと思うんですよね。なんかサンスクリーンを9回回したりとかしてるらしいです。なんか、新宿の、あの、新宿で見れるところを、うんうん、あの、全部一覧にしたら図みたいのがあって、はい、地獄表みたいにしたら、電車の本数より多いみたいな感じになってて、7時台とかもう10本ぐらいやってて、ラッシュの合わせて偉いな、みたいなことコメントが出して笑いました。ああ、なるほど。すごいですね。あ、いや、なんか漫画と映画読まれて見られたんですか？はいはい。あ、漫画を見て。俺全く見てないんですけど、うん、やっぱ面白いんですかね。いや、面白いし、まあ、流行ってっから、うん、見てもいいかなって、見てもいいかなっていうか。うん。あれ、アニメはなんかネットフリとかアマプラで、タダで見れるんで。アマプラでもやってるんですか？アマプラでもやってますね。うん。アマプラ。金流して見てもいいんじゃないかなって。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、我々の、我々っていうか、この企画の競合相手ですね。鬼滅に勝たなきゃ。そうですよ。これだって作業用 BGM を目指してるわけですから。作業用鬼滅に勝たないといけないから。うん。頑張んないといけないです。頑張んないとね。鬼滅に勝とうとしてんのがすごいけど。何で、何の勝負だっつう話ですよ、ね。なんか、作業用 BGM じゃねえしな、向こうはっていう、そもそも。確かに。勝手に作業用 BGM に落とし込んで、勝手になんか、勝たなきゃな、とか言って、いろいろ悪いし。別に、作業用 BGM じゃねえっつう話ですけど、向こうは。いや、だから、鬼滅のアニメの作業用 BGM 的側面に勝たないと。側面にだけ。物申すんですよ。そうそう、その一点のみについて、そうそうそう、考察を進めていきましょうか。そうそう。そこだけは勝ってるっていう。そこでも負けてますよ、ね。負けてる。どういうふうに細分化したら、鬼滅に勝てるのか。いや、 やっぱ、その、だから、同じ時間かけただけの時の、見終わった後の満足度よ。満足度ね。いや、もっとなんか、なんだろう。なんだろう。鬼滅の刃は、うん、あの、漫画は紙媒体、うん、紙だから、うんうん、俺たちは人間じゃないですか。うんうん、多分、戦ったら勝てますよ、俺たち。紙だから。紙とか動けないじゃないですか。だから、タイマー張れって言われたら、鬼滅の刃の単行本と、勝てますよ、多分。でも、KO とかねえからきついのかな。どうなの？相撲とかならまあ、いや、一枚一枚ライターで燃やしてくるじゃん。ライターで燃やしたりすれば、勝ったと言うんじゃないですか。でもなんか、そんなことをしてたら多分、ファンにめちゃくちゃ怒られて俺は負けるんじゃない？そうですね。じゃあダメだな。この側面でも勝てないですね。ああ、ほんまや。だどうやっても勝てないな。あの、なんか、何やったっけ、あの、カンナギの漫画をビリビリで破いてた。はいはい、昔ありましたね。っていうのが、なんか昔あったやん、なんかあの。はい、あれ、逮捕されたんじゃなかったっけ、カンナギのビリビリしたやつ。な、逮捕？逮捕されたんじゃなかったっけ、マジで。じゃあ、俺も逮捕さ。いや、俺は別に、俺はやるっつってないから、単の冗談ですよ。いや、犯行予告じゃないですか、もうこれ。やべえ。やべえって。こんなんで逮捕されたら、マジで。刑務所パンパンですよ、もう今この。刑務所ぶっ壊れるってこんなんで。その、捜査の人がすげえよ、俺は。俺はなんかもう、逆にもう褒めてあげてよ、こんなのでわざわざ。国の税金使って逮捕しに来る人たちを。しかもなんか、せいぜい3000再生とかされてないの、そのうちの一人が捜査官なわけや。捜査官がいるか。まあ、3000人いりゃ一人ぐらい、捜査官もいるかもしれないし。何の捜査、サイバーパトロールみたいなやつが。そうそうそう。家に来るかも。そう。怖いな。俺の家とルースの家のドアが同時にドンドンって叩かれて。窓、レミンさんが配信してたら、窓からバーンって割られて、スワットみたいなのが突入してきますよ。俺もそれ家で見てて、うわって思ったら俺んちにもバーンって入ってきて。
それで留置所で久々に会いましょう。久々に、あ、同じ部屋ですね。久々に喋れます。対面で喋れますね。ほんまやな。久しぶりに会うのは酒場でもなく、そう、留置所で。留置所でったっていう。久しぶりですね。ああ。変わらんなって言って。ね、こんな、うん、そうね、前もこんな話ばっかりしたんですね、いつも。確かにな、めちゃくちゃな話ばっかりしてますね、まあ、めちゃくちゃな話面白いですね。ああ、そうか、なんか俺、うん、漫画とかアニメとかほんま見なくなったな、最近見たのが、見たっていうか、はい、読もうとしたのが、あの、はい、西尾維新の、あの新作小説のデリバリールームっていう小説をなんか衝動買いしたんですよ。なんか、はいはい、まとめサイトかなんかで、なんか西尾維新がまたぶっ飛んだ設定の話の本出したぞとか言って、なんかあらすじがおもろそうやったんで Kindle で買って、はいはい、でスマホでちょっと読んでたんですけど、はい、まあめちゃくちゃですね、相変わらずですね、あの人ね。あ、でもそれは読んだんですね、ちゃんと。いや、まだ一章ぐらい。うん。はい。いや、なんかすごい話ですよ。なんか妊娠した中学生が、なんかデスゲームをするっていう話なんですよ。もうわけわかんねえ。なんか安心して出産するためにデスゲームを勝ち抜くっていう。でも自らの意思で参加してるんですけどね。うん、なんかそんなめちゃくちゃやなと思って、でもなんか設定がおもろいから読んだろうと思って、はい、読み始めたんやけど、なんか次の日からはまだ読んでないですね。一日だけ読んだんですよね。一日だけ読んで、まあ続きは暇な時読むかと思って。暇じゃなくなったんですよ、その後ずっと。そっからもう、まあなんかそうですね、うん、なん、うん、まあでもなんか久しぶりに文章読んで読みやすいですね、あの人の文章は。あ、うん、漫画とかは、漫画喫茶もな、なんか最近その、まあ、うん、なんか行かん方がいいのかなと思って行ってないのもあって、漫画も読めてないしな。漫画もね、いや、そうですね、まあ、うん、いっぱいありますからね。うん、どれを読めばいいのか。あ、でもツイッターで、あのアイドルマスターの二次創作だけは死ぬほど読んでるわ。いや、いいんじゃないですか、うん、いいんじゃないですか、そういうので、うん、そういう活動こそ、うん、ツイッターで俺7割ぐらいフォローしてる人絵師やしな。絵師、うん、に向けて。じゃあ、そうそうそう、だからその人らにありがとうの気持ちを込めて、応援の気持ちを込めてののですね、そうそうそう、このラジオでもある、その付き合わされてるやつらはなんか全然関係ないのに。俺の生贄ですよ、俺が用意した。お、うん、一周回って、うん、そうなるんですね。そうですね、もうだからね、プログラムばっか書いてますね、でも、うん。なんかサッカー志望みたいなこと言われてた時もあったけど、はい、やっぱプログラム書いてんのが一番向いてるわ俺。プログラム、まあ俺も向いてると思います、うん、なんかすげえ集中してやってるじゃないですか、プログラミング配信とか、うん、たまにしてるけど、何も一言も喋んねえで、うん、8時間ぐらいぶっ続けでやってるから、うん、ええなと思います。なんかね、なんか問題解いてる感覚やねんけど、ずっとプログラム書いてる時って、うん、なんかそれしてると時間が過ぎてくから、ああ、ええなと思って。いやいや、それね、一番いいと思う。それが仕事になってるっていうのが、うん、かなりね。うん、だからこんなさ、なんか文字書いて、なんか ロジック重ねてるだけで仕事になる時代がさ、最近始まったわけやん、はい、人類の長い歴史で。うん、ギリ間に合ってよかったなっていう。ギリそうですね。うん、まあでも、まあでも、まあ、数字の計算とかは昔からあったから。それはあかんだよ、俺。あ、そっか。そっか。そんなんだるいから嫌やね、うん。金貨とかをこう数える仕事とかどうですか。何それ。いや、初めて聞いたけど、そんな。金貨をこう、数える仕事があったんですよ。
あったんや。そう、それだけです。あのどこにロジックがあんのそれの。そうですよね、金貨はね10枚重ねてね、それさ1の次は2とかそういうロジックしかないやん。いやいや、でも集中できるじゃないですか。いや、なんかその没頭できる、何でも没頭できるわけじゃないよ。そうですか。そうなんですよね。ギリ間に合ってほんまよかったな。でもルーズさんも漫画描いてるときはなんか没頭するんじゃないですか。まあ没頭するときもありますし、でも漫画描くのって結構、うん、あの実際のその実作業、手動かす作業、うんよりも、うん、そこに至るまでがなんか8割9割ぐらいで、わかるわ。職業としてのプログラミングもそうなんですよ実は。まあ7割言い過ぎかな、5割ぐらいはテスト書いてるんですよね。俺の普段作ってるやつとかはテストゼロなんですけど、はい、もうなんかもう本番でテストするみたいな感じになってるんですけど、はい、あの職業でやるとやっぱテストを形に残る感じで書かないといけなくて、はい、何回でもできるように、うん、なんかそれが5割で設計側も残り3割とかで、うん、もう実際にプログラム書いてる時間ってもう2割ないぐらいじゃないですかね。はいはい、うん、でも絵ってなんか何時間も線引いたり色塗ったりしてるイメージですけど。いやー、まあ絵描くだけならまあ、うん、それでいいんですけど、うん、そう、結構な悩みというかそれもあって、うん、なんかなんだろ う, こう話考えたりするときって何もしてないのと何もしてないんですよ。ほう。でなんかネームとか書いたりするじゃないですか、はい、まあ、2日とかかけて、はい、それでそれ出してボツになったら、うん、その2日何もしてなかったのと一緒になるじゃないですか。あ、っていうようなことが起きるんで、うん、もう2日どころじゃないレベルで起きるんで、そういうことが。あとなんか、うん、で、それでこう、実際のその手を動かす作業は、うん、なんかやった、仕事したっていう気になるんですけど、うんうんうん、だから、ネームのやつとかは、うんうん、ボツになるかもしれねえし、うんうん、なんかあんまりやったっていう実感がなくて、あ、今通りはまだしも、通んなかったら本当に、うん、つか何もしてなかった人なるから、だからもう逆にもう何もしなくてもいいんじゃねえみたいな。何もしてないのと一緒なんだから、じゃあ初めから何もしなくてもいいんじゃないかみたいな、もうわけわかんない考え。なるほど。結構ね、それがちょっとだ、なんか、うん、漫画その書いて出すのは、うん、まあ正直ね、正直ねっていうか、うん、なんか絵描いて完成させるのは単にもう作業なんで、うん、マラソンと一緒なんで、うんうんうん、まあ真っ直ぐ進むんですよ、うんうん、その途中その絵が難しいからとか資料がないからみたいなのは多少ありつつも、うんうん、もう真っ直ぐもうゴールまでひたすらこう、なんていうんですか、はい、ゲームのロード画面みたいな感じでこう 100% でドゥルルルルってなってくるんですけど、途中で戻ることは少ないってことね。うん、そうなんですけど、うん、そこの 100% のそのロード画面のそれを表示させるまでにいろいろやんなきゃいけないことが、なるほど、無限にあって、うん、ああ、でそこではなんか進んでたのにパッてゼロになるみたいな瞬間もあるってことね、うん、なかなかね、それがまあ別にいいんですけどね、別に、だからなんだって話でもないんですけど、うん、まあでもやってる実感があるのは後者の、後者というか、そう、後者のやつのロード画面の方だね、うんうん、そのやつとかの方がもう、うん、もう手を動かしてどんどん進むから、うん、ね、かなり時間も逆にそれの、なんていうんですかね、うん、その方が長くできるんですよね、その手を動かすになった状態の方が、うん、考えるやつとかは結構やっぱ、うん、考えても考えてもしょうがないから、うん、もう諦めなきゃどうしようもないし、いや、それはやっぱどんな分野でもやっぱそうなんだろうな、うん、ね、うん、うちもなんかその、まあ、ゲーム作ってるんですけど、はいはい、まあ、俺は実装部隊やから、その決まった仕様を実装するだけだから、はい、なんかいかに手戻りがないようにするかっていうところに心血注いでるから、うん、あれやけど、なんか決めてる方とかは
そうですよね。ゲームのその具体的に面白い部分作ってるところはもうほんま作っては壊し作っては壊しやから、ね、逃れられへんのちゃうやっぱそこはね。うん、いやそうですね、ゲームとかもそうですよね、うん、ゲームなんか本当に、うん、ねえ、だってもう100個とか作って1個通ればいいみたいなレベルじゃないですか、うんうん、そしたらもうその199個作ってた時間は、うん、まあでも一発でその答えが出るわけじゃねえから、そう、そう、それもその業務として、うん、だからなるべく手戻りしないようなはい感じでやんないといけないから、なんかそのまあ一応ゲーム的ゲーム制作に関してそれのまあ対抗策はやっぱ人に素早く見せるっていう、はい、ああ、うん、だからネームもその一環なんじゃない、そのまあまあ漫画もそうですね、パパって書いなるべく簡単に書いて、うんうんうん、その感じを見せて壊すにしてもダメージ少ないようにっていう、うんうん、まあそれはありますね、なんか、うん、もう結構前から俺はもうネーム書くときにもう全部ボツになるもんだと思って書いてるんで、うん、もう別に どうでもいいやというか知ったこっちゃねえやって思いながらボツになった時のダメージをなるべく減らすようにしてるんですけど、うん、普通にダメージ受けてるんでやっぱり完全にはその、うん、どうとでもなれやって覚えてないんでしょうねきっと。でもなんかそこまでまあ、手抜いてるわけじゃないやろうけど、そのダメ保険をかけすぎるとなんか面白いのも生まれにくくなるとかないの？ねえ、それもありますよね絶対。あるか、そんな守りに入ったら、うん、そんな面白くないよね。だからもう新人社員がもう目に炎をとも炎で描かれるぐらい、漫画やったら炎を描かれるぐらいの熱血ぶりで全部やらないと、うん、最終的にそれでも壊すぐらいの贅沢が与えられないとなんかいいのって生まれないのかなみたいな。いやそうですよね絶対、うん、あるよな。やっぱ予算とか人がいっぱい関わるやんゲームって。はい、じゃあもう当たり前になんか1ヶ月で数千万とかいくから、うん、だから前もねゲームの現場で、はい、なんか朝礼みたいなのが、朝礼というか定例会みたいなのがあって、はい、そこでプロデューサーみたいな人が前にドンって立って、はい、皆さん1ヶ月伸びましたこれで3000万ですみたいなこと言っててその値段のことを俺らに言われてもみたいな感じだったんやけど、そんな言うんよね、金かかるんだよな。うん、なんかゲーム制作費が今高騰してるとか言うやん。はい、なんかあの何億とか、はいはい、億は当たり前で、でも普通に計算してみたら、はい、そらそうで、まあまあ、例えば単価まあ1人もソシャゲとかやったらまあ大体100万ぐらいなんよね、はい、一人にかかる金、まあ、うん、そいつに払う金はまあそれでも7、80万ぐらいは払ってて、はいはい、でその家賃とかを一人当たりで割ったりしたらもう100万とか余裕でいくん、はいはい、機材とかで100万をさその、はい、10人集めたら1000万やん。はい、でも10人で作って、10人って言ったら全部で10人っつったらだいぶ小さい規模やから、うん、だってくらい、なんかアプリのあのダウンロードしてくる方のプログラム作る人、サーバー作る人、絵描く人、はい、企画する人とかで10人で回るわけないし。まあ、だから、なんか30人でやったら3000万。はい。50人でやったら5000万。それを1年間やったらやる。なんぼ ?12×5000 万とかで、6億とかでしょ。そら行くよなっていう。うん。うん、やばいな。やばい。ゲームはほんま、うん。なんかバットが重すぎるというか大振りすぎんだよな。うん、うん、いや漫画はその点ね一人でできるからね気楽でいいんですよこれが。なるほどなるほど、そこが一番いいとこだなっていう。フットワークがめちゃくちゃ軽いんで、うんうんうん、なんか収入減っても、うん、限りなくこうどうとでもなるなっていう感じのことを最近領域に来ましたね。なんか、うん、その、うん、金、なんだろう、うん。うん。まあ、無限に低空飛行できるから、無限に続けられるんじゃねえかなっていうような。ああ、なんか俺結構ルーツの、その創作というか、その、チーム制作だの、個人制作だのに対する姿勢って、割と前からそんな感じやなと思ってたんやけど、はい。やっぱそれは、深まってる？その認識は？そうですね。ああ。結構なんか同人活動みたいなんで、あの数人でやってたこともあったやん。
はいはい。でもその時もちょっとな、みたいな感じやった印象やねんけど。ああ。うん。まあ、そう、まあ同時にそんなにやってないんで。ああ。あ、まあそう、割ともう、いや、初期からもうずっと一人でやってもらう感じですね。うん。まあ、あの、うん、声とかは、やってもらったりみたいな、うん、みたいな感じで、基本メインは全部、うん。一人でっていう方が、まあ楽ですね。ああ。そういえばさ、なんかめっちゃ興味本位というか、はい。あの、ファン目線じゃないけど、で聞くんやけど、はい、なんか原作と作画みたいな形でやられてることあるじゃないですか。はい、はい。ああいう時ってどうやって作ってんの？俺の場合は、あの、うんうん、ネームまで俺が書いてますね。ああ。うん、ネームまで書いて、うん、それをその、うん、担当編集と、うん、作画さんに見せて、うん、で、まあ、編集が OK 出したりしたら、うん、まあ、そのまま作画に入ってもらう感じですか。あ、でも作画に入ってもらった後はノータッチみたいな感じ？うん、そうですね。おー、なんかここはこうなんだよみたいな、あ、打ち合わせはあんまりない。うん、まあ、ネームの段階であの分かるようにしとく。あとはもうなんか、相手の裁量に、うん、任せて。なんか、あの、その、出てきたもん見たときに、あ、こういう感じで書かれたか、みたいな、ちょっと違うんだけどな、とか、逆に、あ、こう、いいな、みたいなこととかって結構ある？いや、いいな、しかないですね。ああ。なんか、一回もないですね。いいな、以外のことを思ったことは。へその、うん、あ、よかった、よかった、よかった。なんか、うん。なんていうか、その、そんなに俺頑張ってないのに、すげえもんになったよ、うん、みたいな。おぉ。定休とかも完全にそれですよね。うん、俺、そんなに頑張ってないけど、すげえもんができた。よっしゃーっていう感じですよ。あ、ほんま。うん。ああ、なるほど。でね、だから、うん。なんていうか、で、定休の方が、うん、あの、こう、まあ、実際売れてるわけなんですけど、うんうん。であのね、自分で書くと、なんかね、思い入れが強すぎちゃうのが、時間かけたから面白くなるはずだみたいな。うん、自分で書くと、どうしてもその思い込みが出ちゃって。うん、だからなんかそのショックが大きくなっちゃうんですよね。ほう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 。うん。別にその、自分が書ける時間が少なくても、うん、作品がヒットすればその方が、決まってるけど。おお、なんかどっちの方が好きとかあるの？自分で全部やるのと人に作画やってもらうのと、うん、まあどっちもいいみたいな感じ。どっちもどっちですね。どっちもどっちって言い方悪いけど、うん、いいとこもあるし。どっちもやっててまあ楽しい、それぞれに楽しいところがある。そうだよね。なるほど、いいな。まあなんか俺もその小規模というか、あの、はい、ルーツさんとは比べるべくもないんですけど、なんか音楽作って、はい、でアレンジしてもらう機会が多くて。はいはい、そうですね。なんかもうアレンジしてもらった方がもうめちゃめちゃいいな、みたいな。うん。こと多くて。うん。うん、すごいな、っていうか、なんか俺、むしろなんか俺のやってる範囲狭、みたいな。いやいや、それは俺もすげえ思いますけど。うん。まあ、でもね、全部自分でやったからそれがいいっていうのでもねえけど、うん、まあ全部自分でやるのの良さは金が0円なんで。金が全くかかんないので。あ、なるほど。自分の体力のみに委ねれば、うんうん、無限にできるっていう。ああ。ポケモンの悪あがきみたいなもんだ。技の PP0 になっても無限に出し続けられるっていう。めちゃくちゃ体力減るやん。そう。体力は減るんですよ。体力はだから、無限に傷薬があれば、でも永久に戦い続けられるっていう。でも傷薬買うのに金かかるやん。そう、金かかる。だからダメです。だから人に払うか、傷薬買うかの違いやん。ねえ。うん、じゃあダメだ、このループは。実は永久期間じゃなかった。永久じゃなかった。まあ死にますからね、あと。寿命期間。永久期間っぽいけど、そうじゃなかった。なるほど、なるほど。ああ、そうね。もう最近ほんまだから、でも、いやなんかでもね、正直、なんか俺も、その、なんか、なんていうのな、まあ、変な言い方、その、漫画家とか、小説家とかみたいな、はい、いい、うん、その、ポジションじゃないな、その、バババって労力打ち込める場所を見つけてプログラムっていう。はい。それにバヤってやってる感じやねんけど、やっぱ、目立つというか、はい。ふわーって華やかなのは、やっぱ絵描くとか小説描くとかで、個人名が表に出る人やなと思って、いいなみたいな風に思うんですよね、最近。はい。
いや、まあでも別になんか金稼いでないですかね、あれそんなに。ほとんど稼いでないですかね、今とか。それやばい。は年収とか聞いていいですか？年収というか、月収、まあ今月とかはいろいろ連載が終わったりしたんであれですけど、10万いかねえんじゃないかな、今月。そんなバカな？今月、先月、どんぐらい行ったんだろう。マジ、そんな感じですよ。まあ、ドカンと当てればもっと金入ってくるんですけど。めっちゃムラがあるでしょ、でもさすがに。村がありますね。いや、でも10万ありゃ、でもね、生きていけそうな気もするんですよね。月10万稼げば。そ10れ万さ、一人身のやつの発言じゃない、そんな。まあ、そうです。まあ、子持ちのやつのする発言じゃないですけど。そうそ月10万ってでもマジで税金とかめちゃくちゃ安くなりますよ。う。そしたらもう無限ですよ。まあ年金がね、高えのがマジできちいんで。まあ、あれほぼ固定やからな。まあね、年金がなんかバグで、俺だけ払ってなくても払ったことになるバグみたいなのがあったらもう最高なんですけどね。めっちゃそれね、使うよね。それはバグで。なんか上から14番目のアイテムのところでセレクトを押してみたいな。そう、銀行行って、上から14本目の口座に セレクト BB したら、勝手に年金が増えるバグ。年金増えてどうすんの？ そうだ、もらえる。もらえる。年金逆に俺がもらえるっていう。払うんじゃなくてもらえるっていう。もらえるバグも欲しいですね。振り込まれるみたいな。おー、そうね。ねえ、金稼ぐの頑張ると、心を病みますからね。そうね。漫画かなんかやってるとね、頭もおかしくなるんですよ。でも、やることは同じじゃない？なんか、稼ごうと思ってなんかできる、むしろできることはある。なんか、本当。クオリティを良くするみたいな、だけではなくて、なんか他に方法があなんか、る。だからその、なんていうか、営業活動じゃないですけど、なるほど。企画を持っていくとか。とか、あとは宣伝とかですよね。今、営業も宣伝の方が、どう売るかっていう。それってなんか漫画家の裁量でできるむしろ漫画家がもうそれを考えないといけないような時代でも、の？ツイッターとかで、宣伝してバズってみたいなのを自分でもうこっちでやんないとやって、数字自分で作って落ち込まないとなかなか、なんかネットでバズってから書籍化みたいな、話とか。そうですね、とかあ下れさ、聞いていいのかな？どう思ってんの？なんか100日後のやつとか。どうやってるっていうと、どう思ってんの？いや100日後のやつとかあれすごかったですよね、あれ なんか凄まじかったですね、いろいろ。ものすげえ勢いで バズって、ものすげえ勢いで燃えてましたからね、最近。なんか、もし俺が漫画家やったらなんか結構怖いなと思うんだけどね。あんだってさ、まあ、ほんまかどうかわからんような噂がちょっと立っただけで、あんななんか盛り上がってたのがあんなになっちゃうんだっていう、思うと、なんかもし自分がさ、なんか火付けに成功してさ、なんかわーってなってても、あらぬ噂みたいなのが、まあ、あらぬか、ほんまに疑い、マジな 噂であってもなんか流れたら、ふわーって、スーンってなっちゃうわけやん。なんか怖っていうか、やりがいなっていうか、思いそうやなと思ったけどね。まあ、なんか、でもそれってあれで YouTube とかで、YouTuber とかが、こう動画一本でこうバーンって跳ねたりして、その後でチャンネル登録させてとかバーンって増えるじゃないですか。それでその増えたのをうまく乗りこなして稼ぎにつなげられるか、それともなんか前の、なんか、しぼんでっちゃったりとか別の炎上して消えるやつとか無数にいるから、まあ、それとあんまり変わんないかなっていう。でも俺それで言うと第3の選択肢で俺第が3。取ったのはもうその、だからバーンってうまく乗りこなすでもなく、
炎上してなんか消えてくとかでもなく、なんかただただ何もしせずに消えていったっていう止まってたんですよ、ね、止まってたっていう立ち止まることで、うん、いやなんかね俺もねそのユースミチェッカーみたいな感じでさやって、はい、あのまあ実況で見てくれてた人を配信の場に引き込んで、はい、なんか自分の作ったサイトでみんなあのチェックできるんだよみたいな感じで最初はもう1日15万アクセスとか言ってた。はいはい。でそんなさ、まあ、DAU というかその1日の利用者が15万とか言ってるってえらいことで、はい、なんか全然もうなんか会社起こしてもいいぐらいの集客やと思うねん、うん、あれ。あ、そうですよね。15万、うん、会社化できる、うん、できますよね。でなんかね後にさなんかあのまあいろんな村上くんっていう批評家の友達とかはいはいのこのつながりでこういろいろな人に会ったりした機会があったんです。その時これ大事だなって今にして思うねんけど、はい、でなんかそれで遊びに行った会社がなんか広告の会社とかがあって、はいはい、なんかそこで広告枠の相場みたいな値段の、うん、設定そこが設定してる値段とか見たら、はい、みたいな値段でその1日何万 PV あるところの上部のなんか細長いバナーとかではい、まあ1ヶ月単価70万とか、うわみたいな、俺その2倍ぐらいあんねんけどみたいなとかあったんやけど、はあでもなんかあのサーバーが落ちたりしたらなんか賠償とかあるんだろうなとか思って、うん、なんかまあそれやったら気楽になんか Google AdSense 貼ってるぐらいでいいかみたいな、うん、とか思ってたら、うん、スーンってなってって何も起こらずにスーンって今はもう1万アクセスみたいな今うん、うん、まあ、10年経ってもまだそんだけあるってのが逆にすごいと思わないでもないけど、うん、なんか何もしなければそうなってくだけやし、うん、でもなんか俺でも逆に言うとそこまでのメディアを手にしていながらそれもそうやって腐らせるんだっていう思うと俺も筋金入りのめんどくさがりやなっていういやなんか逆になんかその生かそうとしすぎなんじゃないですか。別に腐らかしてなんもなんじゃないですか。そんなわけある？そんなになんか何もかもマネタイズして金とかなんか名誉、うんうん、それで喜ぶようなやつらが俺たちの中にいるかって言ってたじゃないですか。ウボウギンもいやあれはクロロが言ってたそっかクロロかクロロいねえな確かにっていうボギンが言ったもん。そう顎をポリポリしながら右上見ながらいねえな確かにみたいなそうそれでだからなんか、うんうん、なんか金とか名誉で満足できるのか私って人はっていう。いやでも結局でもさなんかいい循環を生むのって、まあ金があるか人のつながりがあるかとかじゃないと、うん、そのなんか新しいことやっていくとか楽しいことやっていくにしても何かがいるやんその中の。うん。まあ金使うことによって、うん、次の、うん、前澤社長なんかめちゃめちゃ楽しそうやん毎日、ね、いやでも前澤社長は楽しそうですけど、うん、思うけどそのなんか、うん、上限そんなになんか、うん、俺らと多分楽しさ変わんないと思いますよ前澤社長のやってることってあほんまに。いやそんなにめっちゃくちゃ楽しいとは思わないです。いや多分俺らよりなんか楽しんではいると。いや俺らより楽しんでんのかな。でもあのマインクラフトの作者とかさ、はいはい、そうそう、なんかもう友達、自分の周りには友達が何も信用できる人が一人もいないんだとか言ってなんか鬱になってるとか言って言うなっちゃうですよ。だってマインクラフトの人なんかあのどこでしたっけ、ラスベガスじゃなくてね、なんかすごい場所に別荘が出てたよね。ビバリヒルズか、ロサンゼルスか、ロサンゼルスで一番高い家かなんか買って、うん、うんうん、毎晩パーティーしてそれでなんだって話ですよ。それでもうつ病になっちゃうんだろう。もうあ金じゃもう人は救えねえドン。でも逆に言うとじゃあそのマインクラフトの作者はその友達がいねえって言ってるわけですよ、うんうん、ということは人のつながりやんかい。そう、人、いや人の方が重要、人が大事なのかもしれないですね。じゃあ、なおも俺もあかんやん、やっぱ。スカイプに一人もいないんやで。うん、ウミガメのスープしようとしても誰もいない。
ウミガメのスープの話ちょっと悲しいな、なんか。ウミガメのスープしようとして、スカイプ開いたら、誰も友達がいなくて、ケトルベルに上から落ちてきて、押しつぶされて動けなくなっちゃって。それ全然別の時の話やから、それ繋げんなよ。ケトルベルとウミガメのスープやらはね。なんか、俺がスカイプ開いた瞬間にケトルベル落ちてきたみたいな。そんな悲しいことあるかよ。ペットレベルが落ちてきて、椅子からゴローンと転げ落ちて、もう、ゴローンってもう立てなくなっちゃって。そんな悲しいことあるかよ。悲しいなぁ。いやぁ。ウミガメの話悲しい。年寄りになったらもうこれもできねえんだって。想像しながらもう、ね、ほんま。なんかね、だから俺は、ほんまや、その時なんかもう、なんて言うんだ、カイジのさ、なんか、はい、三好と、なんかもう一人の角刈りのやつがさ、はい、なんか黒服着て、なんか、三好の家に行って、なんか三人で並んで顔に縦線入れながら寝てたやん。はいはい。まあ、あの状態で顔に縦線入りながら、布団の中で天井見上げて俺と白い撮ったらこれもできねえんだって思ってたんやよ俺。ほんまに、うん、悲すぎるわ、まあ、でも人まあね、人とのつながりがまあ仮にあっても別にケトルベルを上げられんようになるけども、うん、でもね、なんかそのなんかやろうって時にもやっぱね、うん、一人でやってると限界が、まあ、ルーツさんのちょっと、スタンスとは違うことを言うけど、うん、まあ、一人でやってるとやっぱ限界というか、発想にも限界があるから、なんか、いろいろ新しいことやってる人ってなんか、うん、人との交流が多いイメージがあるのよね。うん。うん。うん、まあ、どうなんだろうね。いや、まあ、そこ悩んでもしょうがねえなっていうような。うん、みんな人生50億の孤独みんな孤独に最後は死ぬんだから、うん、孤独に慣れて、でも通信はできるわけじゃないですか。そう、通信はできるから、そこにいるという、そう、うん、佐川って言いながら吹き飛んで死ぬんやドア開けられたら風圧で飛んでブワーって言って、いや、まあでも別に、そんななんかまだ悩まなくてもいいと思いますけどね。ネットで知り合いいっぱいいるから。まあまあ、だから今こうやって喋ってるのか。まあこうやって喋ったりした方がいいんじゃないですか、もっと。ネットで喋れるんだったら。まあ、で、新しい人とね、の交流は減りますよね。でももうしんどいのはしんどいですよね、新しい人と。関わろうとするのめっちゃしんどいですよね、もう。もう新しいの入れるのがしんどいよね。その入れるのもしんどいし、その入っていくのもしんどいし。うん。なんか俺、音楽は聴きまくって、なんか、新しい音楽聴こうみたいなことをやってたら、はい、もうほんま疲れてくるのよね、新しい音楽聴いてると。あ、確かにそれあるな、新しい。うん、いや、俺もゲームとかね、新しいのやるんですよ。うん、あれ原人とか やったんですか、ね、はい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 。原人きつかったな、いろいろ。いや、これね、面白いし、なんかすげえよくできてるっていうのはわかるけど、うん、きついなっていう。キャラかわいいし、うん、なんかよくできてるし、うん、無料だし、しかもただだからもう、これはいいってもんで、それでエッチな絵とかみんな描いたりするんだろうなっていうのはわかるけど、うん、きついね。何がきつい、何がきついかわからないですね。はあ、きついっていうのってさ、いろんな意味があると思うけど、うん、その、きついって、俺がよく使いがちなのは、こう、はい、痛いみたいな、その、そういう意味じゃなくて。まあ、痛くないけど、なんか、まあ、なんかさ、結局なんか、あれ、ソシャゲ全般そうですけど、うん、なんか、こう、繰り返しになるじゃないですか。うんうんうん。割とで、お使いみたいな感じで繰り返しになるから、うんうん、もうめんどくさいっていうか、俺がやる意味ねえじゃんっていうか、終わらねえじゃんっていう。ああ、そっちか、うんうん。普通のロープレイなら、まあロープレイもやんねえけど。ああ。いや、ゲームではきついな。ああ、なるほど。新しいのっていうか、
ああ、そのゲームでっていう意味やったら、なんか昔楽しめてたやつがもう今きついなっていうのはあって、最近あのブレスオブファイア3をやってて、はい、なんかあの中学の時に一回やったっきりぐらいのやつを、懐かしいな、はい、そういうあの任天堂のスイッチのあのスーパーファミコンなんぼでもできるみたいなやつで、はい、ブレスオブファイア2を見つけて、はい、あ、2はやったことないけど、そういえば3懐かしいからやってみたいなと思って、はい、やり始めたんやけども、なんかほんまに普通の RPG で、もうなんか普通の RPG でしたか。普通の RPG でなんかちょっとね、最後までやれなかったな。いやいやいや、普通やれないの普通ですよ、うん、だって20年ぐらい前のゲームじゃないですか。うん。それをなんかこう、最新のコンテンツいっぱいある時代に、うん。楽しめるのってマジで、うん。奇跡みたいなもんです。なんか俺らがこう、なんかあの、平安時代の、なんか五七五みたいな短歌とか読んで、いや、わらびだわとか言われるじゃないですか。みやびだわって。わらびってない。みやびです、みやび。みやびだなーとか言わないで。わらびってあのお餅についてるやつ。いや、わらびもなんかそういう感じするな。わらびも貴族感あって。そうね。そうね。おー、いやでもね、俺さ、その、はい、まだ多分公開されてないんかな、あの、はい、そのさっき言った下やかさんの企画で、はい、まあちょっとネタバレになんねんけど、あの、はい、俳句対決みたいなのをやって、はいはい、でなんか俺がその俳句の空欄を作って、うん、松尾芭蕉の句をいろいろ探してきて、はい、空欄作ってお前ら埋めてみろ、ちゃんとお前らは雅にできるのかみたいな、はい、あの当て知識でもいいし、知識じゃないならここを風流にしろみたいな、松尾芭蕉ばりに、はい、みたいなやってんで、俺その問題作ってる最中、一人でね、はい、作っても持ってたんやけど、その作ってる最中になんか松尾芭蕉の句いいなって持ってきて、はい、なんかね、何やったっけな、なんかね、秋深し隣は何をする人ぞっていう句があって、はいはい、でなんかそれってこう、あの秋が深まってきて、なんか自分隣の家にどんな人が住んでんのかもよく知らないけど、なんかゴソゴソ音が聞こえる、はい、けど隣って何してる人なんだろうなっていう俳句やねん。はい、なんかいいなって思えてきて、なんか、ま、芭蕉の句いいなみたいな、うん、うん、思えてきたで。だから平安むしろ楽しめるかもしれへん。楽しめるかもしれないです、ね。でもブレスオブファイアはダメだったわ。ブレスオブファイアは場所に比べたらちょっと。ちょっとなぁ。ああ、よかったですね。なんか、うん。なんでなんやろう。まあでも単純作業はきついか。でも俺最近ソシャゲすごいやってて。いやーや、よくやってますね。でももう、プリンセスコネクトっていう、まあ、はい、割と売れてる iOS ランキングだと13位とか15位ぐらいのやつと、はい、まあ全然もっと下のディスガイア RPG っていうのをやってるんですけど、はい、プリコネは楽しいんやけど、はい、まあなんか普段はルーチンワークこなしながらたまにちょっと考えてやるかみたいなのがまあ自由にできて、はい、うん、ディスガイアはもう苦痛でしかないね今。やめりゃいいじゃん。じゃなんでやってんだ。やめりゃいいじゃないですか。でも元のゲームが好きやから、キャラが好きとかあって、はい、でなんかもう初めて、もうずっとやってるやん、1年間ぐらいずっとやってんだよ、はい、なんか今やめる理由がないみたいな感じで、なんかやっちゃっててもなんか悪い流れなんだよな。で最近さ、あの桑田真澄の息子のさ、はい、なんかマットとコラボとかしててなんかツイッターで言ってましたなんでマットとコラボするんだみたいな、あくまでもなんでもないまあ兄ちゃんですかね、ただの白い兄ちゃんやん、ただ兄ちゃんとなんでコラボするんだって。コラボしてさ、なんかマットが出てくんのよ、なんかショップの横とかに立ってんのよいいじゃないですか。なんかもう悲しくなってきて俺はこんなことをするためにこのゲームやってるわけじゃないんやけどなみたいな、うん、やっちゃうんやけど、まあでも、うん、単純繰り返し
割とやる、やっちゃうな。うん、うん、普通は飽きるんやろな。うん、まあそうね、そうですね。うん、リセマラとか全然やるしな。でも、うん、なんか遊ぶときとかどうしてんの？遊ぶときですか？あ、何して遊ぶの？俺ですか？うん、俺は映画見に行きますね。でもそんなん1日1回とかや。うん、でそれも毎日じゃないや。うん、何してんの？いや、酒飲んだりしてます。ああ、酒飲む、飲みながら何してんの？酒飲みながら、うん、フォールガイズやったりとか、あ、 YouTube 見たりとか、あ、まあ、Kindle で漫画読んだりとか、 まあ、あとアマゾンで映画見たりとか。ああ、うん、その辺か。メインはそれですかね。なるほど。酒飲みながら、もう YouTube 出てきたらもう全部埋めれるな。暇な時間。うん、YouTube ちょっと前までなんか YouTube で謎の新しいチャンネルを発掘するのをね結構やってて、はあ、なんか50歳ぐらい、50アラフィフのね無職のね、うん、おじさん、おっさん、おじさん、うん、おじさんか、まあ、うん、おじさんのチャンネルとかね見てるんですよ。そういうのが、ね、面白いんですよ。何してんのその人？その人はなんか無職で、うん、警備員がいいみたいな話とかしてるんですよ、ずっと。あ、もう話をしてんねや。話をしてますね。俺らみたいな感じや。そうですね、今のマジで俺らみたいな感じ。その人普通に顔出しで、うん、なんかなんだろう、具体的に 何とは言えねえな。なんか元公務員の人で、うん、その例えば公務員の面接の対策の話とかをずっとしてるんですよ。おお、すげえ早口で。うん、そういうのなんとなく聞いてると、うん、ふーんってなって、作業用、それも作業用で俺流してるんですけど。え、あー、作業用ね。はい。いや、なんか、ガン見してるのかなと。ガン見はしね、ガン見してたのはなんか、うん、謎の古武術、古武道を教える兄ちゃんのチャンネルがあって、うん、それなんか、兄ちゃんのチャンネルなのか、無断転載なのか分かんないんですけど、とにかくなんか、うん、あのね、体育館みたいなところでなんか本当にジャージの兄ちゃんが出てきて、ああ、すげえ丁寧にこう、古武術の体の使い方を教えてくれるんですよ。ああ、体を、股関節を畳むことによって、こうなんか、屈伸運動が速くなるから、それをなんかバスケットボールに応用して、ああ、ターンの時に股関節を畳めば、切り返しが早くなるみたいなことを説明してて、すげえわかりやすくて、その説明が。できそうな気がするんですよ、見てると。それをね、見てます、ね。股関節を畳む。股関節を畳むんですよ。畳むってなかなか言わないな。股関節を、あとね、体を抜くとかね。体を抜く。足を、なんかそういうことをね。あ、いやー、そういうの見てましたね。なるほど。急に。いやいや、何してんのかなと思って、はい、あとキャンプ行ってましたね。子供、あの、ああ、子供と遊ぶのキャンプ行ってましたね、今年は。うん、キャンプの意識があって。お子さん何歳になられたんですか？もうすぐ4歳で。ああ、もうベラベラ喋るようになってきましたね。ああ、4歳ってどんなフェーズなんや？もう本当ね、今年の前半はあんまり喋っても、あの、単語3つか4つぐらいだったんですよ。おう、もう今もう10とか20ぐらい、もう普通に喋りますね、ベラベラ。あ、文節、なんか助詞とかはちゃんと使える感じな。あ、まあ、助詞とか使えてないけど、もう、ちゃんと普通にべちゃくちゃ喋るようになってます、ね。あ、もう俺お前食うぐらいの感じで。うん、そのぐらいですね、もうその、うん、それよりも、これよりももっと一段階上ぐらいになりましたね。まんまミーヤぐらいは言うんや。まんまミーヤぐらいは。今上になったのがちょっとわからんかったけど。へえ。ああ、じゃあなんか、教えたりとかすることあるのも、なんか何かを。まあ、数字ぐらいまではもう書けるようになってきて。はい。そろそろもう、だから、ひらがな、いかない、いく感じになってきますよね。ああ。で、なんか、もう、飲み会で失敗しないコツとかも教えて。飲み会、うん。教えていくぐらいの。飲み会で失敗、いや、ね、その、人付き合いで失敗しない。
あ、でも他の同じ年齢帯の子と絡んだりとかすることあんの？ああ、保育園とか行ってるんで。ああ。全バンバン喋ってると思います。なるほど。うん。喋る。あの、ちょっと前まであの、うん、なんですか、公園の遊具あるじゃないですか。うん。遊具で遊ぶ、遊ん、でかい公園行くとでかい遊具あるじゃないですか。うん。ああいうとこで遊ばせてると、ちょっと前まであの、積むことがあって。積む？あの、なんていうんですか、あの、トンネルみたいなのに入ってこう、進んでいくやつみたいなとこあるじゃないですか。ああ。ああいうのとかでこう、上に、うんと、はしごみたいなの登んなきゃ先に進めないけど、ああ。進めなくなって、うん。で、戻ることもできなくなって、ああ。積むことがあったんですけど。積むってそういうことか。なんか、でっけえ迷路みたいな遊具がある、はいはいはい。もう。ゲージみたいな。ああ。ああいうので積んでたんですけど。あ、もうリスタートしないとダメみたいな状況。俺がリスタートさせて、その、スタート位置に連れ戻しに行かなきゃいけなかったんですけど、今もう放流すれば、積まなくなって勝手に。すごい。勝手に遊ぶようになって、で、もう飽きるようになってきましたね、それで。ああ。前はもう永久にやりたがってたんですけど。ああ、もうこれは解いたわ、みたいな。そう、ある程度なんか、3周ぐらいすると、スッて飽きて、もうやめるようになりましたね。滑り台とかもう前は一生やってたんですけど、うん、ある程度やると、スッて飽きて。ああ、もっとちょっと上の段階に。上のレベルに挑戦させろとか。あと、おもちゃ買えってすげえ言ってきましたね、今。あもう、どっか行ったらおもちゃ買え、おもちゃ買えって言って。ああ、もうか、めっちゃ買ってあげる方なん？いや、あんまり買ってないですね。なんで？いや、あんまり買ってないですもんね。また、だって、外出るたびに買ってたらもう、無限に増えていくんで。ああ。今日は持ってきた時は持ってきたよ、つって。持ってきたよ、つって。タコ揚げしてみました、この前。タコ揚げ？ああ、なんか漫画書いてたね。タコ揚げ面白いですね。なんか、君がハマって。てるみたいなすごいよ、あれすごい面白いですね。あんなあるんだと思って、なんか、うん、いや、すごいですね。その上昇気流みたいなの乗ると、上空って風が吹いてるから、上に上がってくんですよ。もう降りてこないみたいな。降りてこないんじゃないかと思って、ぐらい本当に上がってって、すげえなと思って、どういう原理なんだろうと思って。うん、なんかね、だいぶ向かいに、花見になんか行った時に、はい、なんかタコ揚げをしようとして、なんか俺が走って、はいでタコがもう俺の身長より上に全く行かなくてなんか俺が走っただけの結果になって以来やってないわなんか風がないと多分上がんねえんじゃねえかっていう風がある程度吹いてねえとあじゃあうまいこと言ったんやたまたま風強い日だとかなり行きますねすげえとそれはお子さんもやったんですか子供はね やったというか持たせてあげた、まあそれできないんで、そこまでは。うんうん、おって走って、それだけでも楽しそうでしたね。なるほど。いや、子供トークでした。ああ。なんか、こう教育したいみたいなんてあったりするの？どうなんですかね。なんか、俺はもう子供全然そんな、当然いないから、なんか、はいおったらどうするかなって、まあ、うん、考えることも、まあ、たまにあって。うん。その時とかなんか、めっちゃなんか、もうパズルとかめっちゃやらしたいわ、みたいな。うん。なんか賢くなるんちゃうみたいな。うん。思うから、なんかおもちゃとか求めたら、もうなんかパズルばっか与えたらええんちゃうんかと思ってんだけど。なんか、モンスターファームの育成みたいな感じで、賢さを上げようとしてますけど。賢さ。おもちゃだけ上げ。賢さ上げて、丈夫さは下がるけど、みたいな。やつやってもいいんじゃんかと思うねんけどいやまあそんなにいやでもねもしかしたらもうすでに、うん、なんていうか手遅れじゃないけど手遅れあの多分思ったのは、うん、こうめっちゃ運動とかできる子いるじゃないですか、はいはいはい、あれってもう親がバリバリやってないと子供にやらせるのってまあ不可能じゃないですかほぼ、うん、はいはいはいまあせいぜいなんか水泳スクール通わせたりとか、まあサッカー少年団みたいな、うんうん、とかはできるけど、ぐらい、うん、で、それでも結構ハードル高くて、まあ、うんうん、一番低いのが多分水泳のスクールとかなのかな。サッカーの少年団とかって結構、うん、親が結構その地域の人とコミットないと、うん、まあ、入りづらいサッカー少年団ならまだいけるのかな。でも確かに下積みがないと、
そうですね、いきなりぶち込んでもついていけないっていうのはあると思う。俺もね、あの、親全然運動とか何にもないんやけど、少年野球入れられてたんやけど、うんうんうん、ゴミやったもん、俺。うん、なんかルールとかも全く知らん状態で入ったから、なんか、俺なんか、今でもよく分かってないけど、タッチアップっていうなんか、用語があるでしょ、はいはい。はいはい。この話したんかな、なんか。で、いや、聞いてないです、多分。うん、で、少年野球入って、なんかその、なんか何やろ、一塁にいて、はい。なんかフライが上がって、はい、取られたら一塁にいないといけなくて、はい、そっからやったら二塁に走ってもいいみたいな、そうですね、ことを指すんやっけ。そうです、そうです。だから俺なんかさ、その、あ、打ったやんって言ってわーって二塁に走ってで、はい、二塁にいますって何の悪気もない顔でいたら、はい、アウトって言われて、はい、えってなったら監督にこらーこっち来いって言われてめちゃめちゃ怒られたん俺。なんかで、なんかタッチアップって言ってみろって言われてで、俺がなんかもうタッチアップって言って、はい、もっと言えみたいなこと言われて、で俺なんかわけがわからなくて、なんか泣きながらタッチアップって言ってもう心底嫌になって、それ嫌になりますね。意味がわからないんだもん、タッチアップの意味が。どうしようもないっすね。そう、教えてくれないのよ、なんか。でか、ま、もしかしたら教えてくれたかったんかもしれんけど、監督。忘れてるんですね。その忘れてるというか、その、いや、その、それやった時には知らんかったよ、俺。うんうん、初めて監督に、その、だからもう知ってるの前提みたいなことなんやと思うね。うんうん、でも、まあ、そうです。親がから野球のルールなんか教わったこと一回もないし。野球で遊ばれたこともないし、単にキャッチボールしてたぐらいかな、せいぜい、はい、そんなルール知りようないやん、ね、うん、でもなんかそういう親がそういう素養があったら、まあ多分知ってんやろな、うん、って思って、だからやっぱ確かに関係あるかもね、親、まあ、そういうのでやらせとかないと、うん、運動系はもう無理なんで、うん、俺はあの、うん、ガジェットじゃないですけど、うん、もう iPad とかバンバン触らせてて、ああますね。で、あ、すごいですね、マジで。あの、いつの間にか勝手に iPad のメモ帳みたいなの開いて、絵描くことできるようになってて、すげえなと思って、何にも教えてないのに。やばと思って、いや、なんか、もう教えてないですよ。まあ、横でやってるのを見てたと思うんですけど、うん、逆になんか、その iPad のその、なんですか、スクリーンタッチして動かすのに慣れすぎちゃってるから、うん、リモコン使えないんですよ、もう、今の子供。おで、操作できなくて。だがテレビ画面は直接タッチして動かそうとするんですよ。これがね、はあ、あれだなって思いましたね。なんかうちの子だけじゃなくて、うんうん、なんか奥さんのその友達の子供とかうちに来て遊んだことあるんですけど、うんうん、子とかもそのうちの子よりも多分3つぐらい上の子なんですけど、うん、もうテレビ画面こうやってやろうとしてて、はあ、だと思って、あれ、それテレビ画面消した時に指紋だらけになるやつや。そうそう、まあ別になっても面白いよな。なんか俺もスイッチのさ、藤井聡太の将棋トレーニングを、はいはい、あのタッチでタッチパッチやってんねんけど、ふって画面消えるとね、あの 8×9×9 のマスにもうあの指の跡がめっちゃついてんねん。たこ焼き器みたいになってんねん。あんな感じになるんちゃうか、テレビが。すって暗くなった。それでおじさんの顔出ますしね、出るバグも。暗にしたらおじさんの顔とたこ焼き息グッて映るバグもありますから。バグあるよね。いや、あのバグ怖い、うん、iPad とかで映画見てるとグッて暗いシーンだったら、うん、おじさんが突然出るみたいな。マジ怖いですよね、あのバグ。それスピルバーグがそういう演出してんじゃん。演出してるんですかね。変なおじさんが映り込むバグがするように。やめてほしいな、あれ。あるわ。あるわ、もう俺も、全然鏡見えへんからびっくりするもん。見ないからびっくりするってことはないでしょ、それ。それで久々に自分の顔、姿を見て。めっちゃ、何こいつ、そうって。そんな見なさすぎでしょ、鏡。全然見ないもん。風呂入るとき、風呂行くときとかに見ないですか、通りで。いやー、見えんな。風呂の鏡ってでも曇ってるからな。いや、もう入るときも、俺なんかスマホを持ち込むために、スマホ見ながらやし、はい、スマホをその、まあ一応防水やけど水に濡れんように、
なんかに包んだりしてる作業のまま通り過ぎるから、はいはい、気づいたらもう鏡がないとこ行ってるんですよ。ない。そうなんだよな。びっくりするもん。こんなんなみたいな。でも目つぶらないとな、もうブラックアウトするなっていう時は。目つぶったらまぶたの裏側に自分の顔が出てくるようになります、そのうち。怖い。そしたら本物の自分の顔を取り上げてられて、あとはもうひたすら気づいたら念で自分が出るようになります。もう一人の自分が出せるようになってますよ、気がついた時には。怖い、ホラーの話やん。怖って。学校にそんな話ありそう。目をつぶったら自分が出てくる。それをホラーとして語ってるやつがすごいけど。それを話を語り目のやつがすごい。クラピカ、クラピカが語ってきますよ。何やクラピカって。いやいや、クラピカか。鎖を取り上げられた時と一緒で。あ、そういうことか。そうそう。ああ、懐かしい。ハンターハンター早く再開してほしいよな。ハンターハンターは俺はもう一生終わんねえっていうことに決めました。俺のな、心の中はもうハンターハンターはもう一生終わんねえもんだっていうことで、もう俺はもう踏ん切り、心の整理を、もう心の整理終わりましたので、もう俺はハンターハンター終わったもんだと思ってもう生きてるんで。マジか。諦めました。でも生で再開したら、生で再開したらもちろん言いますけど。もう死ねえもんだと思っとかないと思う。ああ。辛いです。確かにな。ねえ。どうもない。いや、漫画終わらせてほしいんですけどね、もっと。終わらせてほしい。いろんな漫画完結しないじゃないですか、もう。ああ。それがね、どっかの悩みです。確かにな。ハンターハンターなんか、別の漫画みてえなもんかもしれんけどな、あれ。うん、キメラアント編だの。はい。グリードアイランド編だの。キャラのセットが一緒なだけで。うん。違う話みたいな。うん。漫画ね。うん。あんま見てないっていう話はしたな。しましたね。うん。でもゲームはめっちゃしてるよ、俺。ゲームしてますね。うん。もうこれから俺ラッシュやねん、11月ぐらいから。お、風来の試練5で、あのなんか日本一ソフトウェアのなん魔女の迷宮の2とか、はい、ディスガイア6とか、うん、メガテンも出るって言ってるし。いや、ゲームやって偉いですよね、ちゃんと。桃鉄も出るし、イタストゴーストオブツシマとかもやってましたよね。やったやった。あれでもなんか仕事終わりに見たら、あのやったらもう酔い止め、俺アネロンとかいう酔い止めを飲んで毎回やってんのよ、酔うから。あれ、クリアしたんですか。仕事終わりにやったらな、それでも酔って、もうそれ以来やってないよ。ああ、なんかアネロン飲んでももう酔うんだ俺と思って。でその日確かに仕事終わりで疲れてたんよね。はいはいはい、疲れてだから、もう API を3本実装したらもうやったらあかんねやなと思って。うん、なるほど。うん、体調いい時じゃないとできないですね。そう、寝て起きて3時間後みたいな、その受験会場に行く時みたいなぐらいのコンディションじゃないともう俺酔っちゃうわ。でも気になってんのが、やっぱあのラジオでも言いましたけど、 VR はい、はい、のあのビートセイバーっていうのやりたいんだよな。あの棒振るやつですよね。うん、で前からキューブが飛んできてバシバシ切るっていう。でもなんかオキュラスクエストは最近発売されましたけど、あれ体験する場所がないやんか。うんうんうん。なんか俺酔ってなんか使えないんじゃないかと思うと、体験しないとあれですよね。うん、まあまあするし、3万5000とか。うん、まあ一回試してみねえことには。うん、なんか持ってる人に借りようかなと。借りようというか、なんかその人に、まあ、持ってきてくれるって言ってたから、前会社の人が。はい、ちょっとやらせてもらおうかなみたいな。うん、なんですけどね、酔うんだよな、そのゲーム好きやのに酔うから。もう選択肢が狭まって、うん、今は特にそういうゲーム多いから。うん、でもそんな俺ができるゲームがこの冬にめっちゃ多いんですよ。なるほどね。だから黄金期ですよ。、うん、だからシビライゼーションのあの黄金時代に突入。
ゴーン。ゴーンですよ。俺、未だにシビライゼーション4をやってますからね。すごい。狂気ですよ。なんかめっちゃうまいよね。あの、天帝とか余裕みたいなこと言ってたよな。余裕ではないですね。でも天帝でも、スパ帝とか天帝で 100% 勝てるっぽいんですけど、俺は天帝でも、うん、やっぱ悪かったら負けますからね。お普通にやれば負けないですけど、うん、なんか、闘志全然立てられなかったりするとやっぱきついな。おいろいろなんかね、新しいのがね、生まれてて、うん、なんか、遺産換金経済っていうね、やつがね、はあ、あって、その遺産を建てて完成させないで、換金する金を使って研究を進めるっていうのがあって、あはいはいはい、でね、今ね、ストライキ経済っていうやべえのが生まれて、都市をなんか100個ぐらい建てて、ずっとストライキ状態にすることで、なんか、すると、どうなんだっけ、なんか、ずっとストライキ状態なんだけど、なんか、バグ、あれかな、どうなんだっけ、ずっとストライキ状態だけど、研究は進むのかな、それでなんか、あの、めっちゃくちゃ、なんか、あなんか低出力やけど、全部合わせるとすごいみたいな。そうそう、それでなんか、めちゃくちゃ早い世紀でクリアした、なんか、紀元前。紀元前450年とかでクリアしてるみたいなの。すげえな。最速が更新されたみたいな話がありました。誰がいいね。紀元前なんか仮に世界統一したとしても、1000年後とかどうなってるかわからんと思うんだよな。そうそう。価値と言えるのかみたいな。うん。うん、という、最新シビライゼーション4情報、まだ研究されてるってことや、じゃあ。あ、やってる人いるみたいだね。すげえな。やっぱ4だよな。そうね、5とか6もちょっとやったけど、やっぱ4が好きで、4しかできないから よくないんだけど。うん、俺はあのそれぐらいやってるって言ったら、リムワールドっていうゲームをめちゃくちゃやってる。はい、まあ、全然うまくないねんけど。はい。まあ、難易度普通の1個上ぐらいやったら、まあ、クリアできるかなみたいな感じやけども、はい、あれも結構ね、基地の建て方、まあ、あのコロニーシムっていうジャンルの、まあ、うん、なんか、うん、サバイバルで基地建てて生き残るみたいな、で外敵がいろいろやってきてみたいな、はい、ドラクエビルダーズのあのモンスター攻めてくるみたいな感じがずっともっと苛烈に続くみたいな、うん、なんか見たことあるなこれ、めちゃくちゃ面白くて、それもなんかね、なんか代表がプレイみたいなのがあって、はい、あのもう普通なんかいろいろ建築材とかいろいろ、あの、まあ、木切ったりとかできんねんけど、はい、もう氷しかないの。食料も何にもなくて、動物もたまーにキタキツネがいるぐらいみたいな。はい、どうやってやっていくんかなって言ったら、大体人肉、なんか、人がたまに通ったらそこを、それをぶっ殺して、なんか、やべえ。人肉にして、それを食うみたいな。それでクリアする。ですね。うん、で人肉食うとめちゃくちゃ人にマイナスのムードがつくの。それそうそう。それをなんかもう無視していくみたいな感じです、ね。そう、それをなんとか薬でごまかして、あの薬を摂取するとあの気分がハイになって、あのプラスになるんで、はい、それで相殺して、みたいな。あるいはなんか流血志向者とか人肉が好きなやつみたいなのばっかりにして。はい。なんかそいつらだけでなんか人食って生きていくっていうすごいプレイがあって、おもろ、うん、なんかどんなゲームでもあるな、そういうのな、ストライキ経済みたいな、見事しますね、やべえ戦法が、うん、まあそのあのゲームめっちゃ面白い、もうああいうゲーム作りたいな一個は、生きてるうちに、いやゲームね、大変ですよね。うん。ゲーム。っていう。はい。ところですかね。はい。じゃあ、また、そのうちもう一回、はい。よければ読んでください。ああ、もうぜひぜひ。なんかあると思うんで、それまでに新しい。あ、来月俺、親知らず抜くんで。ああ、下上どっち、ね、親知らずの、しかもあの、下でもうね、あの、削って抜くやつなんで。あ、うん、やべえやつやる。やあ、あがががががってなるやつ。ってやるやつね。ああ。うんぐれえなもんなのか。あの、フェイタンが、あの、今日一番気の毒だった人ね、みたいな。そうそう。の、なんだっけ。
オークションの。オークショニアが。オークショニアか。体に効いたって言われるやつや。関連状態になるの。ああ、俺も下両方抜きましたけどね。やばかったですか。うん、ミキミキ言いますよ、ミキミキ。アイドルマスターかっていうぐらいミキミキ言いますよ。アイドルマスターのミキミキは漢字がちげえじゃん。漢字だから違うじゃん、それ。あっちだったらよかったんですけどね。あいにく俺の歯の方だったんで。あ、俺もね、歯で言えば俺来週入れ歯にしますよ。おお、うん、歯トークが。歯トーク。俺もね、俺歯の力がめちゃくちゃ強いんですって。はい。そうなんですか。ですって。なんか歯医者に言わせるともう噛む力が強すぎるって言われて噛む力が強すぎるって言われてバイト力がすごいですねなんかもう歯めっちゃなんか俺だって左右の上の歯の左右が両方同じところが割れてんのよ真っ二つに。わあ、なんかそれはもう噛む力が強すぎてもう亀裂が入っててそれがパッカーンいったみたいなスイカ割りみたいに。やばで、それがね、2発いってんで、片方はもう、ブリッジみたいにして、片方、なんか半分以上残ってると、まあ、2つに割れても、はい、そっちの方に、埋めして、はい、まあ、元に戻せるというか、うん、まあ、ハーフとしてできんねんけども、その割れた断面がなんか、歯肉、歯肉より下やと、もう、抜かないといけないって言われて、はい、今、俺、歯抜け状態なんですよ。剣歯の1個奥ぐらいが。はい、そこをどうするかって言われてインプラントか入れ歯かブリッジって言われて、でブリッジはもう左右の歯をめっちゃ削りますって言われて、はいはい、削るとでもあなたはなんかすごい噛み締める人なんで、はい、噛み締めて強すぎるぐらい噛み締める人なんで歯がもうすでにめっちゃ削れてますと。はい、やべえと。なんでブリッジって一回り削るんで周りの歯をもうどんどんちっちゃくなりますね。でも神経むき出しになりますって言われて、いやそれ痛えじゃねえかむき出しになりますとは言われてないけど、そのむき出しになるかもしれませんです、はい、ならないまでもめっちゃ神経までの距離が近くて痛むかもしれないんで、その左右も神経抜くかもって言われて、やべえ、ああもうそれ嫌やってなってもう入れ歯やったら何もしなくていいから、はい、とりあえず入れ歯で試してみようと思って、まあとりあえず入れ歯に しといた方が無難ですね。うん、まあ後からでもできるからブリッジは。入れ歯の後どうなるんですかね。なんかポリデントミンですよ俺も。ああそういう感じになってくるのか。まあ一本のやつなんで、なんか左右の歯に、うん、だからコイル、ポケモンのコイルみたいな形になるんかな。ああはいはいはい、コイルが歯で横の U 字磁石みたいな針金がついてて、うん、それで周りの歯にパチッてはめてみたいな感じらしい。でも抜けてる状態でもいいんじゃねえのと思ってんねんけど、まあいやそれやっとなんか下の歯がせり上がってくんねんってM1 の出場者みたいな感じでまあ行き場がなくなっちゃうからそうなってくるんですよね。そう、上から押さえつけてないから、うん、その上の歯がなくて、だから下からどんどん M1 芸人がせり上がってくるのよ、その歯がない部分のとこだけやっぱ高くなっちゃう。他の部分は食うときに押されるけど、そこだけ押されないから上がってきますよね。そう上がってくるのよだから上がってきてすごいことになるんで、うん、なんかがないとダメですって言われて。なるほど。で周りの歯もその空いてるところを埋めようとちょっと寄ってくるねんてまあ、うん、それは俺も言われましたよ。なんか電車のシートみたいに、はい、空いてる席にちょっとこうそのぎゅうぎゅうに座らなくても合間に座れるやんみたいな感じにされて、だからもういればとりあえずいればレビューはありますよ。じゃあ次回俺もいればレビュー、だからいればと親知らずのねレビューをお互いにレビューをしましょうか、うん、レビューってなんだ星何個かっていうのをちょっと言っていかないと、うん、あそれはじゃあぜひ楽しみにしてます私も。はい、またいつかやりましょう。はい。
じゃあ、今回はこの辺にしておきましょう。はい。はい、ありがとうございました、ルーツさん。はい、ありがとうございました。また出てください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。